母ちゃん。Thank you.
しゃよし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 よどうぞ、どうぞ。Let's go。よし。アウェーチームベガルタ仙台、ゴールキーパーヤクブスオビク、マセ、アティアタビア、テルヤマ、ハチスカの4バックです。中盤センターにフォギーニョと富田、2列目に加藤、佐々木、中原、そして前線皆川。これ追ってきた、ディフレクション、スオビク弾きました。本当に選手層が非常に厚いことで、この知念もなかなかプレータイムを伸ばすことができないという事情がありますけれども、はい、ここは打ってきました、うん、皆川の左足です。中央に入ってきます、うん、ドリブルかわしたシュートだー、もう一度シュートー決まった、中原のフィニッシュ、追いつきました仙台。74分、木田の仕掛けから生まれました。まあ皆川にボールが入る、どこにボールがこぼれてきそうだ、予測ができて、そこからドリブル、まあ囲まれてるんですけど敵陣のゴール近くなんで、なんかこう思い切って仕掛けられたんじゃないかなと思いますし、はい、あとはそのこぼれに対する予測でしょうね、でもドリブルもやっぱりスピードがあってボールが離れずにうまく相手の間を縫っていくっていうところはすごく良かったですね、はい、ファーサイド、おー、高いですね、これシュート、おっとっと、おっとっと、おっと、最後は反応、足に当てました、赤崎でしたかね最後ね、味方と交錯した感じでしたかね、この後ですよね、皆川、木田が前に送る、これは塚川がブロック、川崎からしっかり敵陣に、ね、ボール持ってて終わらせたいですよね、はい、さあマルティノス、マルティノス、うん、強烈なミドル、95分、ね、2対2、タイスコアに引き戻しましたベガルタ仙台、万全の状態、左足を振りました。川崎からするとこの流れが始まる最初のところで多分塚川なんですけど、はい、2回ですね、だトランジションがやっぱりこううまく行えるためには攻撃のやっぱりまあ配置の分と質がおそらく必要で、そこがちょっとこう川崎がうまくいかなかった時に、まあ、最適な場所でマルティネスボール持ってましたので、はい、まあ、ここでシュートを打つとなると、まあ、確率が高くなるなと、見事なシュートでしたね、はい、試合終了です。首位対19位の対決、2対2、仙台轟から1ポイントを持ち帰ることに成功しました。これが巻き返しの第一歩となるか。の試合は引き分けとなります。最後までご参加いただき誠にありがとうございました。
マルちゃん、インタビュー。あれ、アスカがいいね。アスカ。ネイマール。よしよし。インタビュー。Nice question. 1. Well done for a point.